今まさに日本はエコノミックアニマルと出して、中国人14億人の市場に目がくらんで、将来中国の属国に甘んじるのか、はたまた台湾という日本の生命線を死守できるかという瀬戸際にあると思います。このような国家存亡の危機に瀕しては、超法規的措置を取ってでも国家の命運をかけ、岸田総理をはじめ国会議員の先生方はもちろん、全国民がいつでも日本国の平和を脅かす国家に対しては、一線を交える覚悟が今問われているのではないでしょうか。共に新しい憲法の制定に向けて頑張ってまいりましょう。조선민주주의인민공화국핵무기연구소성명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전성공조선노동당조선이끄는힘오세다인민의운명을한몸에안고우리가바라는분갈이니상모두다덮여줄뿐이대한김정은동지우리는당신밖에모